伊藤よ君昨今ですね、AI 技術を使って、えー、古文書などを書かれた難解な崩し字っていうんですか、解読する試みが学術界で広がっているそうです。 これによって、これまで未解読だった膨大な歴史資料が容易に解読でき、これまで埋もれていた情報、例えば過去の災害技術に基づく気候、環境の変化など、それらを研究することで、防災減災対策につながるのではないかとの期待が寄せられているとのことです。一方で、そのような貴重な過去に研究者や自治体が研究調査したレベルの資料が、オークションサイトに流出している例も散見されており、産出を防ぎたい研究者が私費で、 落札をしたものの、届いたものはめぼしい資料が抜かれた後の文書だったというようなトラブルもあると聞きます。えー、まず消費者担当大臣にお尋ねいたします。こうした資料の売買に関するトラブルについて、消費者庁は把握されていらっしゃいますでしょうか。江藤大臣 <laughs> オークションサイトトを介しした古文書の売買に関する <laughs> 消費者トラブルとしては 購入後に贋作と判明した、代金の支払い後に販売者と連絡が取れなくなった等の相談が寄せられているところであります。このため消費者庁としては、オークションサイトを介した公文書の売買について、利用者に事前の内容確認を徹底する等の注意喚起を行うとともに、オークションサイトを運営する事業者に対し、利用者への注意喚起にかかる協力要請を行うなど、消費者トラブルの防止に向けた取り組みを進めて、 まいりりたいと考えております、えー、古文書の充実防止等の文化財保護に関する施策については、文化庁において適切に推進されるものと認識をいたしております<上>伊藤孝恵君、はいあの。オークションサイトに出品しているのは、古書店がまあ多いんですけれども、それ自体は定期、えー、正規の取引でありまして、古文書の学術的価値を、 認識していらっしゃるので、高額の値段をわざとつけることで、その抑止力になっているという側面も実はございます。今回の課題提起は、まあ、例えば休暇のご子息などが地域で維持できなくなってしまった、そういった古分書に対する公的支援が十分ではないために、なぜ自分が維持管理しなきゃいけないのか。 というふうに思われたあ、そういった個人が気軽にオークションサイトに流出させてしまって、えー、結果としてその資料がバラバラにされたりして、その資,、えー、資料的価値を失ってしまっているという事象について、えー、今日お伝えしたかった次第なんですけれども、文化庁にお尋ねしたいというふうに思います。えー、指定文化財は所有者が変わる場合には届け出が必要ですが、推計20億点の圧倒的多数が未指定品の古文書の場合は、誰がどのような経緯で手放したのかすら、 わからないまままあ今日もオークションサイトに溢れているわけです、えー、こういった対応策ないんでしょうか杉浦審議官お答え申し上げます、えー、今委員お尋ねの古文書等の関係でございますけれども地域の歴史や文化を知る上で極めて貴重な資料でございましてまたあのまとまった古文書などが個別に売買された場合は資料の全容が不明瞭になってしまうまでの問題があり まままとととめてて保存活用すすることが望ましいと考えておりますで文化庁といたしましては、あのこうしたあの古文書などの算一を防ぎ、適切な保存活用を図る観点から、えこれまでも地方公共団体が調査していない未調査の文化財につきまして、指定に向けて、えー、調査を行い、歴史的な価値づけを行う事業を支援しておりまして、えー、今後ともこうした事業を活用して、えー、資料の算一防止等に引き続き努めてまいりたいと、こう考えております。 伊藤孝恵君なかなかです、ね、例えばお寺にあのこと収蔵されていて、え自分のところの檀家さんにだけ見せるためにえ置いてあるような文化財も多々ありまして、そういったものはなかなか指定の方に上がってこないんですよね、そういったものに関して、えー、なかなかあ認定する、その価値ということを認定すること自体が難しいですし、その価値が認定できる人もなかなかまだ少ないという問題もあります。まあ、何よりそういった休暇とか個人所蔵の そういった所有権、財産権を制限することはできませんですし、オークション側にそれを自主規制してくださいというのも難しいというふうに思います。さ、えー、る11月13日、14日に長野県の安曇野市で開催された2018年度全国歴史資料保存機関連絡協議会全国大会というのがあったそうなんですけれども、長野県立歴史館の報告によれば、平成30年度に古書市場に流出し、 歴史館が把握したた分の長野県に関すする流出文書だだけでで件合計万円だったそうです都道府県の数47を単純に掛け合わせても、これ、年間で27億円以上もの古文書の資料というのが市場に流出してしまっているということになります。この歴史館ではネットオークションに出品している業者と、直接連絡を取って、出品の取り下げなどをお願いして、例えばまあ購入をしている場合もあるということでした。 この代替わりとか無相続無関心などでなかなかこの代々受け継いできたはずの財産とか古文書というものをあの価値観が変化しておりますし何よりオークションによる落札も出品も今はあの何の抵抗もなく ほんの数秒で、この手の中でできてしまうという時代ですので、その中にあっても、これらやはり社会の公共財ですから、そういったものの資料を守るための施策というのを講じていただきますようお願い申し上げます。そういったものについて、なかなか今まではなかったその公共財の守り方ですので、文化庁も難しいというふうに思いますが、今後、こういったのを検討する場とかっていうのはありますか。杉浦審議官 今、委員からお話ありましたとおりの、そういった代替、まあ、わりのときのですね、えー、そうした文化財になりそうなものが出てくるときは当然ございまして、でそのときには、えーと まずはまあ基本的にはまず指定をしていただくと、まあ、今、難しいというお話ありましたけれども、やはりあのそれをです、ねえー、文化財として指定していただくというところが、まず最初に一番始まるところでございます。で、その後、えー、それが、えー、も指定になればです、ね、えー、どうしても売り渡しをしなきゃならないとなりますと、えー、文化財法法の中の規定ですでにです、ね、46条に優勝で売り渡すような場合につきましては、えーまあ、まずその前にです、ね、文化庁長官に署名を 持って申し出をしていただくことになりますけれども、30日以内に買い取りをするか、国の方でですね、買い取りをするか、あるいはしないかといったようなことが出てまいります。まあ、そういった制度は一応、国の方ではございますけれども、ただ、今申し上げたとおり、こういった制度を動かすにも、何よりも、まず、の公の 公共的に保護すべきと、先生おっしゃったとおり、公共で保護すべきということの認定ができませんと、なかなかこうした措置に乗れませんので、やはりまずは指定をしていただくというのが先かと思います、でそういう意味でも、先ほど申し上げたとおり、まだ眠っているものとか、未調査の文化財ございますので、これのしっかりと発見していくといったところが、まずは行政としてはしっかりとやっていかなきゃいけないかなというふうに考えているところでございます。 伊藤孝君、はい、行政の手当、ぜひよろしくお願いいたします、えー。次に UD タクシーの乗車拒否問題について伺います。国交省に伺う前に、まず江藤大臣に伺いたいというふうに思います。大臣は所信の中で、高齢者、障害者等の消費者被害防止について触れられた上で、誰一人と取り残されることがない体制の構築を消費者庁として取り組んでいかれる旨、述べられました。えー、資料1をご覧ください。 こちらはです、ね、10月30日、東京パラリンピック300日前に車椅子のユーザーたちが UD タクシーの利用実態調査を,調査を全国21都道府県で一斉に実施し、東京都平均で21%、東京都以外平均で29%、全国平均で27%の乗車拒否があった旨の新聞記事であります。資料には 国交省が昨年11月、タクシー事業者に乗車拒否を違法とする道路運送法の遵守や、障害者差別解消法の理解を深めるよう、改善を求める通達を発出した後も、愛知県名古屋市で実際に起きた乗車拒否の具体事例を添付しております。大臣ここののの消費者政策の実施状況こちらの重い重い差し こちら、私、拝見しましたけれども、こういったまあ実態に関する記述というのは、この中では触れられておりませんでした、この今、聞いていただいたような問題、これ、消費者問題じゃないんでしょうか江藤大臣、えー、個人がタクシーを利用する際の関係は、消費者と事業者との間で締結される消費者契約に該当するという意味で、消費者問題と考えられます。 本件においては、国土交通省から答弁があったとおり、本件においては、いわば消費者庁においては、生徒の理由のないタクシーの乗車脅威が発生することのないよう、消費生活相談の状況も参考に、国土交通省と連携のいい事業者における取り組みが着実に進められるよう、十分に注意してまいりたいというのを持っております。そしてまたさらにに私も消費者庁に このことで問,問い合わせのあったことは、回数は非常に2件か3件ぐらい、非常に少ないんですね。DPI がこういう調査をですねしてもらったということは大変、逆にありがたく思っている次第でございます。そういう意味で我々はもっと実態をよく調べて、そしてそれに対応できるようにやってまいりたい、また事業者の教育等もですねもっと進めなければいけないというのを持思っております。せっかくこの えーまあ、UD タクシー、ユニバーサルデザインタクシーについてはです、ね、国も進めようということ補助金も出しているわけでありますからです、ねえー、それが徹底できるようにやらなければいけないというふうに思っております。 伊藤孝君、はい、大臣にしっかりと、これは消費者問題だというふうに言っていただきました、そうなんです、これ、なんか都各福祉の問題だとかね、これは厚労省だ、国交省の問題だっていうんですけど、これ、消費者庁も本当に当事者意識を持ってお調べいただき、そしてご対応いただきたいというふうに思います。<laughs> えー、ここの冊子にも書いてありますけれども、これ、障害者のみならずです、ね、人口構造の変化に合わせて消費者の消費生活は変化していきますので、我が国はもう65歳人口が21%を超える超高齢社会を迎えております。今後、ますます高齢者による消費活動は拡大いたしますし、同時にトラブルも増えていくと思われます。タクシーは公共交通ですので、タクシー適正化、活性化特別措置法の中でも、明確にタクシーは地域の公共交通と位置づけております。 これから免許返納した高齢者の足となっていた,ないただかなければなりませんし、この国交省、厚労省、消費者庁にもみんなでこの問題に取り組んでいただきたいというふうに思いまして、今日は佐々木国交政務官にもお越しいただきました。 今日はですね、実技研修の義務化や各種通達により、乗車拒否問題に取り組んでくださった国交省に、また何より、タクシー事業者や車両の改善を重ねてくださったメーカーの皆様に、御礼を申し上げてきてほしいと調査をした DPI の日本会議の方たちに言われて、ここに参りました。確かに乗車拒否はなくなっておりませんけれども、この短期間で劇的に改善していただいたとおっしゃる方もいらっしゃいました。政務官に伺いたいたのはです、ね、去る11月14日 国交省に要望書とともに乗車拒否をした、つまり道路運送法違反をした事業者名入りの実態調査結果が届けられているかというふうに思います。これれどのように対応されるか伺います佐々木政務官 えまずあの国交省ではですねえバリアフリー社会の実現を図るために障害者の方々も含めてえ誰でも利用しやすいユニバーサルデザインタクシーまあいわゆる UD タクシーの普及促進にですねまあ助補助金やら税制やらを使ってですねえ取り組んでおりますまあこういう UD タクシーの機能が十分にですねえ発揮されてえ車椅子利用の方を含めまた今ご指摘のですね高齢者あるいは外国人などもですね多様な利用者の移動手段としてですね確保されるっていうことは に重要なことだとだいう,ふうに思っております、まあ、そこでその、いわゆるそのタクシー事業者によるまあ乗車拒否をですね、に対してどう対処していくかということだというふうに思いますけれども、まずあの国交省としてはです、ね、改善をまあ指導するということでございますし、その悪質な事案に対してはです、ね、事業停止命令等のです、ね、監督処分を行うなど、厳正に対応しているところでもございます。ままたあの昨日でございますけれども事業 業者団体に法令遵守をお願いする通知もですね出させていただいておりまして、えー、おります。またこのいわゆるその研修ですね運転士社の運転士の方に対するこの研修の徹底もですねお願いしているところでもございます。またあの U D タクシーを使用したいというその利用者の方がですね。えー まあ、配車あーサービスを利用する例えば電話で,です、ねえー、UD タクシーお願いしますと。 車いす利用者なんですというようなことをです、ね、言っていただければ、オペレーターがです、ね、適切に対応できるように指導するとかです、ね、あるいはこの、いや、実は UD タクシー、うちの会社持ってないんでとか、あるいは出払ってるんでっていうところでもう、その場で断らないで,です、ね、複数の事業者、連携してです、ね、なるべくきめ細やくです、ね、この廃車に応じるなどの実証実験も今年度やっているところでもございます。まあこういった ですね、タクシーが車いす利用者の方を含めて、多様なニーズに対応してです、ね、公共交通機関としての役割を果たすことができるように取り組んでいきたいというふうに思います伊藤孝君政府官もぜひ調査結果、直接見ていただきたいんですけれども、随分と地域差もありますし、事業所の差もあります、そして今、触れていただきましたけれども、研修、やっぱりすごい大事で,です、ね、今度の,あの東京都営バスは全乗務員が年4回、はい、 そそうういった研修を受けるそうです実車を使った複数回の研修実施が有効ですので、そのあたりも受けわしていただければと思います。そして最後にお願いなんですけれども、2011年に策定された標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領の見直しの必要性について伺いたいというふうに思います。現在、UD タクシーとして認定されている車種はいずれも国が定めた認定基準を満たしたものです。ですが、電動車椅子というものに、その実情に即しておりません。 例えばですね横から乗車して車内でこの前向きにしなきゃいけないんですけれども、それが狭くてできなかったり、乗り込むときに背が高いですので、頭が当たってしまって結局入れなかったり、外国製の電動車椅子っていうのは、170キロぐらいあるそうで、すそれで大人の、例えば男の人が乗ったりすると、総重量が250キロレベルになってしまう、そうするとレベル2になってしまって、そんな車ないんですよね。 例えば軽くっても、じゃあ200キロであっても、レベル1であっても、ああこういったその国が決めた基準に今、実態が即していないというようなものがあります。パラリンピックですから、外国からたくさんの、もしかしたら体格のよろしい方もいっぱい応援に来てくださるかもしれない、だけどその方たちが日本の UD タクシーに乗れないというような事態も起こりうるということが想定されます。世界の基準を踏まえた認定要領の見直しに取り組んでいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 佐々木政務官はい、えー、ごし、えー、ご指摘ありがとうございます。まあ今すぐうやってですね、来年のそのオリンピックパラリンピックに間に合うかどうかということもありますけれども、今あのご指摘いただいたもんですから、えー、省内で検討したいと思います。ありがとうございます。伊藤孝雄君、えー、DPI の日本会議の方たちが昨日おっしゃってたんですけど、今は普通に乗れる電車やバスに昔は乗れなかった。 タクシーも同じではないかと思っている、自分たちも車いすのまま乗れるのは、福祉タクシーだけだと思っていたけども、このパラリンピックを前に、意識を変えていけるか否か、いい社会にできるかどうか否か、今がちょうど変わり目というふうにお話しされていたのが非常に印象的でした、タクシーも電車やバスと一緒の公共交通なんだから、乗れるのが当たり前だというふうに思います。車ののユーザーザ皆さんまたパラリンピック100日前に また一斉に調査をするというような計画も立てられているそうなので、これ、大臣にもしっかりとご対応いただくようお伝えいただければ、幸いに存じます。次にですね、バイオテクノロジー応用食品、大変消費者の不安が大きいものですから、福島委員の質問に引き続き、質問をさせていただきたいというふうに思います。 我が国におけるバイオテクノロジーにより得られた食品は2種類とされており、1つは遺伝子組み換え食品、今日現在322品目ありますけれども、もう1つがゲノム編集技術、応用食品等とされております。 厚労省のホームページ拝見いたしますと、届け出されたゲノム編集をクリックしても、安全性審査対象のゲノム編集をクリックしても、空っぽ、まあ、つまりないということになっておりまして、先ほどのご答弁でも、国内にはまだ一切流通していないし、アメリカには大豆油が流通しているというようなご答弁でした。でこれ、2017年の農水省の資料にあります、ターレンまたはクリスパー・キャスナインという技術を使った大豆、米、小麦、マッシュルーム、とうもろこしのほか、 クリスパーキャスを使ったトマト、ターレンを使った芋やアルファアルファなども、アメリカ農務省、USDA のホームページでは確認することができます。2011年11月16日から2019年7月31日までに届け出された82品目の遺伝子工学生物、アメリカではこの遺伝子工学生物というふうに言うそうですが、その中に含まれています。今日お配りしております資料3、ご覧いただければと思います。 日本はです、ね、アメリカから年間1016万トンを輸入して、トウモロコシ輸入しておりまして、その92%が遺伝子組み換えトウモロコシであります。これですね、この中にゲノム編集トウモロコシっていうのは、本当に含まれてないんでしょうか浅沼審議官。 お答えいたします厚生労働省といたしましては、ゲノム編集技術応用食品の取り扱い要領に基づく届出を10月から開始いたしましたが、現時点ではゲノム編集技術応用食品の届出を受理はしておりません。一方、我が国に輸入される食品用のトウモロコシの95%を占め、ゲノム編集技術応用食品の開発が先行している米国におきましても、ゲノム編集トウモロコシにつきましては、 現時点では FDA において、安全性や規制上の問題がないことを確認した旨の公表がなされていないことから、米国国内においても流通していないものと考えられております。これらの情報を総合的に勘案しますと、現在、ゲノム編集技術応用トウモロコシの国内流通はないものと考えております。 東高君これ、先ほど届け出は任意だというふうにおっしゃってました、そしてご答弁でも実効性を高めるのが重要というふうにおっしゃっていました、福島委員から再三、ですねそう,そうじゃないでしょと、義務でしょと、ちゃんと届け出を義務化して、そしてこういったまだエビデンスのないものに関しては、予防ベースで取り組むべきじゃないかというような課題提起が再三ありました、これ、例えばですね、まあ、届け出がないからまだ出回っていないというような、そういうロジックではなくてですね、 入ってきていないと言えるエビデンス、例えば調査とかあ検査とかっていうのは、そういった技術は確立されてるんでしょうか浅沼審議官、えー。お答えいたします、えー ゲノム編集技術、応用食品のうち、自然界、または従来育種の技術でも起こりうる範囲の遺伝子変化によるもの、先ほどタイプ1というものですけれども、つきましては現在の検査技術では、自然界から取れる農林水産物、あるいは従来の育種技術との新種改良と区別することは困難であると認識しております。しかし、今後さらなる技術開発の進展等が見込まれることから、厚生労働省といたしましては、引き続き厚生労働科学研究等を 通じまして検知,検知法を含めた調査・研究の推進に努めてまいりたいと考えております伊藤孝恵君まだ検査できないんですよね、そして、えー、令和元年9月19日付の厚労省大臣官房生活衛生食品安全審議官決定によって、ゲノム編集技術、応用食品、食品添加物も今回、届けの対象となるとされております。これも検査ではなくて、オネストというかです、ね、届け出をしてくださいというような、そういったものに頼らざるを得ないんでしょうか。 浅沼審議官お答えいたしますあのご趣旨のとおりでございます伊藤孝恵君。では、トウモロコシから例えば製造された澱粉とか、液糖とか、そういった加工物はどうでしょうか、対象、これは届け出対象だというふうに食品ですから思いますけれども、輸入されたものがゲノム編集を使ったあ、そのトウモロコシから製造されたか否かの検査というのは今、できないわけですけれども、これはあの。 届出対象ですよね。浅沼審議官えー、届出対象でございます。伊藤孝之君では、あの高度に生成された糖アルコールはいかがでしょうか？これもまあ、そもそもこれ、あの遺伝子はもう残ってないというふうに思,思うんですけれども、これも届出の対象ですか浅沼審議官えー、ご指摘のとおりだということでございます。伊藤孝之君。 これ、検査技術がないということは、検疫所で発見できないということだというふうに思います。これ、例えば、先ほど福島委員の方からも、見届けで輸入、流通させないための策はあるんですかというのに対して、これはまあチェックをしていない、できないからないというようなお答えだったというふうに思いますけれども、これ、科学的検証が困難だから、表示の義務化はしないというような見解を。 すでに示していらっしゃいますけれども、これ、本当にやっぱり、先ほどの問題提起のとおり、消費者視点じゃないというふうに思うんですね、例えばですけれども、これ、給食に出回るかもしれないとか、小さい子どもが口にするかもしれない、これ、長く接種したら、どういったような悪影響があるかというのも、まだ分かっていないというふうに、そのご答弁で理解しましたけれども、子育て中のお母さんとかね、アレルギーとか、疾病を持つ方っていうのは、これ、心配で仕方ないというふうに思うんですよね。 今一度、予防原則に基づいた規制というのを検討する、そういった準備はありませんでしょうか。浅沼審議官 お答えいたします。ゲノム編集応用食品の取り扱い要領に基づきまして、まあ、現在、届出の事前相談、あ事前相談及び届出を開始したところでございますが、ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取り扱いといたしましては、従来の品種改良を用いた食品と比べて、安全比べた安全性等の観点から、 ゲノム編集技術、応用食品のうち、自然界、または従来の品種改良技術も起こり得る範囲の遺伝子変化による得られるものは、届出を求めて公表するというタイプ1のものがございますが、それを超えるような遺伝子変化を生じているもの、タイプ2の一部、タイプ3の一部、3につきましては、安全性審査の対象とすることにしておるところでございます。 伊藤孝君でもそれ、結局、自然ではないわけで、例えば4キロの子どもが取り続けるのと、私が取り続けるのでは、やっぱり影響は違うと思うんですね。 日本はとかく大人の体で一回検査をして安全というお墨付きをすぐ出してしまいますけれども、子どもの体と大人の体で継続的にちゃんとチェックをする、そういったところを必ずしていただきたいなというふうに思います。そしてですね、ゲノム編集とうもろこし1つ取ってみても、開発者があって、輸入業者があって、加工業者があって、消費者の順にもちろん流れていきますので、当然ながら対消費者に対して食品表示や説明責任の矢面に立つというかね、それは食品加工会社になります。しかしか現状では こういった特に中小零細企業をはじめとした加工業者に、使用原材料にゲノム編集技術が使われているかどうか、情報が著しく届いておりあのいない、不十分だと聞いています、これ、農水省、厚労省、消費者庁にそれぞれ伺います、この現状に対して何か策を講じることってできないでしょうかえっと。浅沼審議官、えー、お答えいたします。 厚生労働省といたしましては、この取扱い要領に基づき、海外の開発者、あるいは輸入事業者等の認知度を高めるため、厚生労働省、英語版ホームページの充実や、検疫所を通じまして、広く周知するとともに、在京大使館や各国の日本国大使館を通じて、海外へもこうした情報を周知を行っているところでございます。 輸入相談時に輸入品がゲノム編集食品、技術、応用食品であることが確認された場合には、輸入事業者を通じまして、海外の開発者等に対し、厚生労働省へ事前相談を行うよう促すこととしております。厚生労働省といたしましては、引き続き国内外の開発者、あるいは輸入業者等への周知を図り、届け出の実効性が十分確保されるように取り組んでまいります。 橋本総括審議官お答えいたします 消費者の方々にはゲノム編集技術応用食品に当たるか否かを知りたいというニーズがあると承知しております。これを踏まえますと、一つの方法といたしましては、表示等を行う食品関連事業者に、当該食品が厚生労働省に届け出されたゲノム編集技術応用食品である旨や、ゲノム編集技術を用いて品種改良されたものである旨の情報を、食品供給工程の各段階における納品書等の取引記録に記載する形で、 情報の管理伝達をして情報を提供してもらうということが考えられると思っております今後表示と行う食品管理事業者に情報提供が行われるようあの周知してまいりたいと考えております農水省柴田研究総務官お答えいたします 私どもとしてもです、ね、正確な情報発信を通じまして、国民の理解を得ながら活用を進めていくことが重要だというふうに思っております。このため、農林水産省としてもです、ね、環境省、それから厚生労働省、それから消費者庁とも連携のうえ、ね、ゲノム編集技術で得られた農林水産物について、その利用に先立ちまして、 技術の内容や生物多様性の影響、それから開発者等からの情報提供を求めましてです、ね、影響がないことを確認した上で、農林水産省のホームページで公開するようなことをしております。それから農林水産省としてです、ね、適切に情報提供がなされるよう、関係省庁とも連携をいたしまして、開発者等に周知徹底指導をしてまいりたいと思います。 伊藤孝介君、はい、未来において何か起こったとき、原因の究明も追跡回収も被害拡大を防ぐこともできませんので、ぜひトレーサビリティ制度について今一度ご検討いただきたいと思います。宮本政務官、ラスト一分でいきますか。今ですね、消費税がまあ世の中にある税率は10%と8%ですけども、ポイント還元により 5%2% っていうのがありますから、今消費者から見たら18653。 そういった5つの調整の形があります、えー、こういった三原則、公正中立、簡素というのにも反している状態ですけれども、これ、さらに問題なのが、地域差があったり、年齢差が、年代差というのがあったり、さまざまなそういった格差があります、まあ、年収差もあるかもしれません、そういったものを最後、ちゃんと6月以降、ですね調査するおつもりというのはありますか。宮本政務官、えー、伊藤委員の ご指摘にお答えをいたしますあの確かに消費税率は10%、8%、2とおりでありますが、さまざまなポイント還元というものが、最終的な支払い金額に対して発生をしておりますので、先ほどご指摘のような誤パターンが発生するということも十分に理解もしております。ただ、今現状ですね、全国1718市町村のうち、当初部7つの村を除いた1711の市町村で店舗が確立もしておりますし、その中で今、あ このポイント還元額も1日平均でだいたい12億円の規模で推移をしているところでございますあの各地域にしっかりと浸透してきているということは数字上も把握をしておりますがただご指摘の地域による格差また世代による格差これは否めない部分もあるかもしれませんこの11月に入りましてまず中小店舗に関しましては地域別でいくつかのファクトによって調査を今ウェブで実施をしておりますそして合わせて消費者の方に関しましても 地域別と年代別で、これはウェブの調査と合わせて、地域を選定して紙、ペーパーでのアンケートも実施しておりますので、今後、来年6月末までの当初9ヶ月の運用の中で、さらに改善できる部分は、しっかりと追及をさせていただきたいと思います。 すいません、このこの際、委員の移動についてご報告いたします。本日、松川るい君が委員を辞任され、その補欠として小谷隆志君が選任されました。お待たせ。